私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？神の缶詰知識の件が課題がありつつも一旦落ち着き、旅人たちは家臣探出のためにスメールシティに戻ってきたんだ。あなたたちに休憩用の部屋を用意しておいたの。ついてきて。その日はもう遅かったので、明日ドニアザードと出かける約束をするぞ。興奮して眠れなくなっちゃいそう。それじゃ、また明日。ちょっと寝坊しちゃったかな。今日はいよいよ家臣探出の当日だ。旅人、パイモン、待っていたわ。ついにこの日がやってきたのね。1分1秒を金のように大切にしないと。屋台も出ているので、ドニアザードと見て回るぞ。ファーリーファーリー、いろいろなお店が出店されているんだ。さて、その中でも運試しのお店がこの物語のポイントとなるぞ。あ、そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがですか？どうぞ、選んでみてください。入れ物に入ったキャンディーを選ぶが、最初旅人はハズレを引くんだ。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。あー残念、パッサの宮地でした。当たりは4番だったぞ。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは、実は4番の箱でした。ここでドニアザードは忘れ物を取りに戻るんだ。そうだ、忘れ物を思い出したんだけど、ちょうどあなたもいるし、一緒に取りに行ってくれないかしら。エルマイト旅団の連中だ。悪いことを企んでるみたいだぞ。そしてエルマイト旅団に絡まれるといったハプニングもあるんだ。しかしここは監視役のディシアも気づき、追い払ってもらうぞ。ディシアか？問題ありません。それよりも自分の身を守ってください。片付いたら探しに行きますので。ドニアザードとその場から安全な場所に退避するんだ。ディシアが処理して合流するが、腕に怪我をしているぞ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。ディシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。新しい体験にまだ慣れていなくて。今まで使っていたものはどうしたの？おう、その、まあちょっと金欠で売っちゃったんです。もしかして最後の舞台を設置するときに使ったあの出所不明のお金って。やはりディシアは少しぶっきらぼうだが、とても情に厚い人物なんだ。旅人、しばらく彼女を休ませてあげてくれ。ドニアザードと少し休憩するんだ。そして体調不良の原因を聞くことになるんだ。実は私、生まれつきマリン病なの。しかももう末期まで進行しているわ。コレイと一緒の病気だったぞ。深刻な病気だが、ドニアザードはその病気と正面から向き合っているんだ。そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟して生きてきたんだから。もうとっくに受け入れているの。できるだけ長生きさせるために病気を遅らせることばかりに集中してきた日々だが、それ以上に大切なものをドニアザードは気づいているんだ。家族は私のことをとても愛してくれている。もっと長生きできるようにと、環境を整えることに最善を尽くしてくれているわ。それでも、いずれその日は必ずやってきてしまう。幼い頃から、私はただ毎日ベッドの上に座って、窓の外をぼんやりと眺めていたわ。私はただ、悔いを残したくなかったの。私には、人との出会いが必要だった。出会いそのものが、私にとってこの上なく美しいことだと気づいたから。実は、こういう風に勇気を持てたのも、クラクサナリデビ様のおかげなの。生きていれば、
必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？もちろん簡単に到達できるわけがなく、すごく強い女性だと想像できるぞ。早く舞台のとこに行こうぜ。ええ、今から行けばまだ間に合うと思うわ。許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。そしていよいよニーローによる過信短日の前の時間が迫ってくるぞ。ドニアザードにとってとても重要なイベントなんだ。しかし舞台には教令院のお偉いさんがイベントを禁止する通達をしているぞ。せっかく準備をしてきたのに、援助するどころかついに公演を禁止させるところまで来たんだ。大規模なイベントを密かに行うのは過信短祭では禁じられているわ。今お前がすべきことは、一刻も早くこの馬鹿げた舞台を撤去することだ。なんともあっけない展開だが、打つ手なしといったところだぞ。大賢者に公演を止められちゃった。気にしないで、ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で過信短祭を続けるのはさすがに危険すぎるわ。じゃあ次の過信短祭は絶対に成功させるから。次、ドニアザードにとって次の過信短日があるかわからないのだが、大事なイベントの日だったが、あまり盛大さもなくあっさり終わってしまうんだ。ニーローの家臣の舞を見られなかったのはちょっと残念かな。はあ、あんな残念な結果になっちゃうなんて。何やら怪しげな機械音声とともに、全ての接続を確認、最高レベルの安定性を保有するアーキテクチャを構築、計画は最終段階から力を導出する。ふぅふぅ、お前のせいで寝坊したんだからな。おはよう、ドニアザード。遅くなってごめんな。翌日もドニアザードと待ち合わせしていたんだ。なんだか少し元気ないみたいだけど。ドニアザードは昨日より元気がなくなっている。うん、心配しないで、私なら大丈夫。まずはあそこの屋台に行ってみましょう。ファーリス、ファーリス。さあ兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらったらクラクサナリデビ様に忠誠を誓って解散。はい、ファーリス騎士。いや、昨日過信短日は終わったはずだぞ。キャンディーの店だが、当たりは4番だったぞ。キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってありますが、どれにします？おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。そう、旅人はすでに経験してたから当たりの番号がわかったんだ。旅人？もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか？昨日と違う行動をしてみるぞ。デーツなんて、あの黒くてまずそうなやつだよな。味はどうだ？ということは、まさか味覚から来る騎士官ってことか。前回、パイモンが嫌いと言った料理をあえて注文するんだ。しかし、一度は食べたことがある味だと感じるぞ。ところにいるのってドニアザードだよな。ドニアザードは椅子に座っているんだ。そう、昨日は病気を打ち明けてくれたタイミングだぞ。そのさっき悪い人たちに絡まれてしまって、リシアが助けてくれたの。それから少し体調が優れなくて。話す内容はずれてないが、昨日と比べるとかなりテンションが低いんだ。ドニアザードにもすでに体感したような感じがしないか確認するんだ。騎士官？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから、騎士官があってももう慣れてしまっているのかも。失
かし、トリアザードはないと答えるが、明らかに楽しみが半減している様子だぞ。ニーローのところに行くが、昨日と同様凶霊院が公演の中止を通達している。お前のような学のない奴に、この私と議論する資格があると思っているのか？今お前がすべきことは、一刻も早く、この馬鹿げた部隊を撤去することだ。気にしないで。こうなったら、もうしょうがないわ。じゃあ、次の家臣探査は、絶対に成功させてみせるよ。私にはもう、その機会はないかも。私、今日はもう休むわね。みんなお疲れ様。二日目も終了するが、ドニアザードが全体的にあっさりしていたぞ。また、旅人も疲労感を感じた様子だったんだ。もしかして、ただ疲れてるだけなんじゃ。知能出力がわずか。正常範囲である。そして前日と同様機械音声が聞こえるぞ。何者かに観察されている様子なんだ。そして次の日だが、やはりまた過信短日の日が繰り返されているぞ。ふわー、あーい、なんだか疲れが取れないな。おはよう、ドニアザード。だいぶ待たせちゃったよな。そんなことないわ。私が早く来ちゃっただけだから。ドニアザードは昨日にも増して元気がなくなっている。旅人は明らかに既視感が強くなってる感じだぞ。早速行こうぜ、旅人。こちらの箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？もう選択肢も正解の4番しかなくなっているんだ。オイラの言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。どうしてそれを知っているのですか？また街中に旅人が気になる人影を目にするぞ。その後追いかけるんだ。小さい子供のようだぞ。そうして休憩施設のような場所でその子供に追いつくんだ。見ろ、これってドニアザードだよな。なぜかベッドに横たわるのはドニアザードだぞ。まさかドニアザードが二人いるのか？少女が手渡す缶詰知識を使うと、繰り返した過信短日の記憶が蘇るんだ。これ、あなたも使えるわよね。これって、オイラたちにとって、今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信短日を経験してるってことか。まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。なんと、この少女とも初めて出会うわけではなかったというぞ。なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。見ての通り、彼女は弱っている。繰り返すほど弱るドニアザードだが、横たわる人物と体調は一致しているんだ。その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。そうだ、
私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。また、子供の名はナヒーダと言うぞ。この世の万物は、繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。ナヒーダは今起こっている事象を、輪廻、と表現するんだ。ナヒーダがこの輪廻をどれほど知っているのか不明だが、この状態を自分で気づかず、他人から伝えたら精神に大きなショックを与えると言うんだ。この理由により、ヒントのようなことしか伝えることができず、できるだけドニアザードの病気の進行を遅らせることしかできないらしいぞ。だから私は、知識面に関する手助けと、さりげない暗示だけを与えるの。よって、物語の中では今起きている状況を把握し、ナヒーダに伝えていくといった進行具合になるんだ。現時点において、あなたたちの真実に対する推論は、どんなものかしら。時間の循環ね。以前のあなたも、それと似たような間違った答えを出していたわ。最初、旅人が出した結論は、時間が巡回しているということだ。しかし、単なる同じ日の繰り返しではドニアザードの悪化は説明できないだろう。まだ推論するには情報が少ないと考えた旅人は、もう少し情報の収集をするんだ。やっぱり、もう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。あ？妙なことを聞くな。昨日は急いで森から帰ってきて、今日もいつものように品を売ってるが、おかしな感覚は何もなかったぞ。お前ら白昼夢でも見てるんじゃないか。最初の村人は、スメール人は夢を見ない、旅人のような出来事は夢でも見ているようだと指摘するぞ。で、今のって本気で言ってるのか。そんなこと現実的に考えればありえないと思うけど。何人かに話してみるが、有用な情報は得られないんだ。そこで、旅人はディシアを横たわるドニアザードに引き合わせようと考えるぞ。問題ありません、お嬢様。確かにそうだが、なぜわかった？もう一つ、決定的な言葉があるぜ。このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。一体どういうことだ？オイラの話を聞いてくれ。実は、未来を知っているかのような発言に、ディシアも旅人の話に耳を傾けるんだ。それを私に信じろと。しかしにわかに信じれるような話ではないが、完全に疑うこともできずディシアはついてきてくれるぞ。言ったはずよ。人を連れてきても意味はないって。ただし、ナヒーダの反応は冷めているんだ。本当のドニアザードは？一体どこにいるんだ。それにあんたたち誰と話してる。なんとディシアはナヒーダもドニアザードも見えていない様子だ。待ってくれ、まさかそこに。さすがディシア、相手がドニアザードだからか何らか気配を感じることができるんだ。ディシアとしては、凶霊院の賢者の仕業だと言うんだ。そこに倒れているのか？どんな状態だ？今は容体が悪化してて、ほぼ意識を失ってるんだ。ああ。賢者はずっと私たちと対立してきた。奴らはこの日に、アーカーシャを使って何かしようとしていたのかもしれない。確かにその可能性はあるだろう。凶霊院といえば、アーカーシャ端末だが、その装置自体に仕掛けがあるのかと疑うんだ。ナヒーダ曰く、アーカーシャこそ神の具現化した姿だというぞ。ディシアはナヒーダの言葉より、アーカーシャは情報を提供すると同時に、情報を収集していることに気づくんだ。知識を授けるのは理解できる。人々はずっと、アーカーシャから知識を得ているからな。だが、すべての民の英知を束ねるとは、どういう意味だ？それはつまり、脳が疲弊するのは、アーカーシャによるものだと言いたいのか？旅人もこの脳の疲労は、アーカーシャが情報を収集していることが原因ではないかというぞ。ディシアはこのアーカーシャ端末で人々の脳をつなぎ、一つの脳として補い合う構成になっているのではと表現するんだ。であれば、アーカーシャ端末は外すべきである。アーカーシャが逆に我々の脳を利用することを指しているんじゃないか。スメールすべての民の英知を束ねることは、
スメールシティを一つの巨大な脳として使うのと同じではないだろうか。だったら早くアーカーシャ端末を外そうぜ。しかし今日が終わる時に聞こえる機械音声は端末を外してても聞こえてくるんだ。私も聞こえた。もうアーカーシャ端末は外しているはず。これは段階の時間が予想を超えてる。このままじゃ犠牲者が出てしまうぞ。その言葉は徐々に緊迫度合いを増しているように感じるぞ。アーカーシャを外しても繰り返される様子だが、少なくともリンネにはアーカーシャが影響を与えてそうだぞ。オイラたち、アーカーシャを外したのに、それでもあの音が聞こえてきたぞ。オイラたちをマウスに例えるのかよ。なぜか理由がわからない旅人たちだが、それは実験をされている動物が地震に起きている状況を理解してないそれと同じだとナヒーダは表現するんだ。好きかな。そして自分のことを好きとも言うぞ。もっと他のところに注意力を使いなさい。ここにいたのか。人さらいは私が片付けた。あれ、デシア。どうした。次の日のディシアと会うが、今日は怪我をしてないことに気づくぞ。缶詰知識を使わなかったディシアの記憶は消えているんだ。やっぱりディシアも記憶がなくなってるんだな。また買ったばかりの大剣なのに妙に体に合うと伝えてくるぞ。新しい体験だっていうのに妙に手に馴染むんだ。俺も同じ日が繰り返されてないことの証明だろう。毎日同じ日が繰り返されるが身体に与える影響は時間経過が加味されているといった様子だ。またそのことについてナヒーダに報告するぞ。そう、そのような進展があったの。悪くないわね。なら今日はゆっくり休むといいわ。含みのある回答をしてまた明日を迎えるんだ。あの音は今日も聞こえるぞ。行こうぜ、部屋に戻ろう。結局また同じ日かよ。想像した通り、また過信短日の日は繰り返されるんだ。行ってどうなるっていうの。確かにナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだな。当然よ。少なくともこの日々が続く限りはあなたたちが私の全てなんだから。ナヒーダを感じているのは旅人たちだけだと彼女は言うぞ。観測者がいて初めて観測される側の人間が存在していると証明できるといった様子なんだ。え？急に以前の考えを否定するなんてどういうことだよ。旅人も時間が循環しているわけではないことを伝えるぞ。あ、確かにそうだな。単なる時間の循環なら体の状態も元に戻るはずだもんな。なら新たな結論は何かしら。そっか、あの毎晩鳴るアーカーシャの音はオイラたちのその日の記憶を消去してたんじゃないか。前日の記憶が消去されることにより過ごしたはずの一日をもう一度過ごしていたといった答えだ。しかしナヒーダはそうではないというぞ。体験した事象にこだわりすぎて他の材料を見落としているといったところだ。もう一度ディシアに会えというぞ。本質を見落としているわ。あのディシアさんともう一度話をしてみたらどうかしら。ここにいたのか。やっと見つけたぞ。そうか。まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。なら、反論させてもらおう。だったら、物資の消耗、使ったお金、食べたものなどはどう説明する？確かに、ディシアの言うことは辻褄があるんだ。気づかず、同じ日を繰り返していれば、消耗品が日々減っていくはずだぞ。し
しかし、教霊院がその力により物資などを補給しているので、ハト旅人は疑うんだ。いや、ありえない。私には証拠がある。だが、ディシアはそれも否定する。ディシアの剣士としての研ぎ澄まされた技術は、普段練習に使う木の像を復元できないというんだ。これについている傷はわかるか？ここ数日の私の成果だ。私がつけた傷を完全にコピーするなんて、絶対に不可能なのさ。確かに、すべてのものを補給することは難しそうだぞ。同じ日の繰り返しが間違いだとわかったが、旅人はもう一つ気づくことがあったんだ。また壁にぶつかったな。何か新しい考えは思いついたか？スメールシティの外はどうなっているか、といったことだぞ。ナヒーダ、戻ってきたぞ。ナヒーダに伝えてみると、旅人たちが忘れていただけで、すでにその選択肢もあったというんだ。その時は、シティから出た旅人は戻ってこなかったらしいぞ。確か、あなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。でも、お前の言う外に行った日の記憶はオイラたちにはないぞ。そう、それはちょっとおかしいわね。だが、よく考えると缶詰知識によって記憶は呼び覚まされている。つまり、戻せなかった記憶があるということなんだ。さて、次の日になったので、旅人はシティから出ようとするぞ。あ、記憶が戻った。その、どこから説明したらいいんだ。しかし、パイモンの様子が変なんだ。なんと、すでに旅人が町を出たのは過去のことで、さらにその翌々日になっていたんだ。パイモンの記憶によると、2日前、旅人はパイモンを置いて一人で町から出ていくんだ。どっかの壁からよじ登って外に出よう。えなんでだよ。オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて、内側から観察する視点が必要だということだぞ。しかし、旅人はその日帰ってくることはなかったんだ。あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。分かった、待ってる。早く戻ってくるんだぞ。外に行って一目見たらすぐに戻ってこいよ。あ、記憶が。自力で戻ってくることはできなかったが、翌日になるとリセットされたがごとく、旅人と朝を迎えていたぞ。わかったよ。とりあえず許してやろう。でも、本当に消えなくてよかった。パイモン視点からだと、旅人は町から離れていき、ある地点で消滅したらしいんだ。また旅人の記憶は一切なく、これは過去の経験からも整合性が合うぞ。どうやら、外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ。少し時間をちょうだい。記憶が消されるのなら、外からメッセージを送信できる仕組みがあればよい。ナヒーダに依頼をするぞ。そして、得られたものはアーカーシャ端末の改造版だ。これって、アーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。もう昨日一回経験したから、今日はそこまで心配じゃないぜ。それを装備してシティを出たのが2日目であり、2日間の記憶がないのはそのためなんだ。事情も一通り分かったことだし、早くメッセージを聞いてみようぜ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、俺たちがいるのはただこれらの空間は、いずれも内部に人がいないか無言の人形がいるだけ。シティの外で人の気配を感じない無数の空間を感じたんだ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、そして空にその空間は徐々に全て消えていっていると。最後の空間も消えた。俺の背後に
また新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、リセット音が聞こえた後、旅人は複数の空間が再び再生され何かに気づくんだ。想像するに、その日の最後に聞こえてくる機械音と空間は関連してそうなんだ。なんでここで途切れちゃうんだよ。旅人は何を言いたかったんだ。空間の正体は何だったんだよ。え、どこ行くんだよ。一人で冷静に考えたいのか。旅人は一度ゆっくり考えてみるぞ。家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。オイラたち、まだやることがあるんだ。そう、わかったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか？完全に別人となってしまったドニアザードと会話をした頃、旅人の考えはまとまるんだ。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣探査の卒業テストを始めてもいいのね。あれら無人の空間は全部、主を亡くした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間はあんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。スメール人は夢を見ないとされている。そしてアーカー社は何らか人々から情報を吸い上げている。これらによりアーカー社端末は夢を盗んでいるんじゃないかということなんだ。そして響き解音と共にリセットされるこの現在が夢だという答えだ。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。確か賢者たちは夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。夢を奪うアーカー社端末だが、夢を見ること自体が良くないと教育されてきたスメール人。これは教令員の陰謀ではないかという疑問が頭をよぎるぞ。なら今行われている輪廻はどう説明するの。え、アーカー社は人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。また夢を奪うだけでなく、意図的に夢を見続けさせることにより夢の収穫を効率化しているのが輪廻だということなんだ。人々は過信短日という夢で過ごし、自分の夢は無人化される。それがアーカー社が奪っている夢なんだ。さて最後の質問よ。私は誰でしょう。そして、ナヒーダはようやく自身を、クラクサナリデビ、だと言うぞ。旅人が求めた人物にも会えたが、まずは現実に戻ることを優先するぞ。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただの偶然？輪廻の対象となった夢がなぜ過信短日の日になったのかは不明だ。しかし、夢の収穫により人々は疲弊していくので、早く回復させる必要があるぞ。短期間でこれほどまでの夢を収穫した。教令員の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。そして夢から回復させようと約束し、新しい過信短日の日が始まる。お、今日が終わる時間だ。え、明日になったら輪廻を破る方法を教えるわ。二人ともまた明日。だが、ドニアザードの姿がない。どうやら、この輪廻の負担に耐えれなくなった様子なんだ。ナヒーダは昔からドニアザードを気にかけていた。ドニアザードが前向きに生きれたのは、ナヒーダとの出会いがきっかけだが、もともとドニアザードはその決断力があったともナヒーダは言うんだ。私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。どちらにせよ、ドニアザードを救えなかったことに対し、ナヒーダは無力感を感じている様子だぞ。夢からの回復は、この夢の主を探し出すことだと言うんだ。一体誰なのか、その人を探し、夢と認識させ夢から回復させることが手段なんだ。でも、どうやって探すんだよ。あなたたちが探している間、
私は外に行ってくるわ。で、お前は誰が夢の主だと思うんだ？さて、私の願いはドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れるです。今から願い事をしますね。頼む、かなってくれ。では目を開けますよ。あ、これは、思い当たる人物を当たるも、どうやらその本人ではなさそうなんだ。おっと、あんたか。旅人、お前、完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。ドニアザードに襲いかかる予断で憂さ晴らしをしてしまうが、そんな中、パイモンがあることを思い出すんだ。思い出したことがあるんだ。確か忘れ物をしたから取りに来たって言ってたような。早速その忘れ物を探してみるんだ。ドニアザードから旅人に宛てた手紙だったぞ。見てみるか。旅人が暗くさなりデビを探しているので、彼女が知っている情報を書き留めたものだったんだ。ドニアザードのことを思い、もう一度人形のドニアザードに会ってみるんだ。どうやらドニアザードは過信探査でこれをオイラたちにプレゼントしたかったみたいだ。お、今度はどこ行くんだよ。ドニアザードの人形だ。彼女との思い出を振り返る。旅人、疲れちゃったか？考えてみると、もうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのも、なんだかすごく昔のことのように感じるし。そして、彼女はつぶやくんだ。生きていれば、必ず悩みは生まれる。でも、私たちはみんな、悔いのないように生きているわ。そうでしょ？それは、本人と全く同じ言葉だったんだ。今の言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。どうしたの、旅人。どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でもさっきのは一体。え、今度はどこに行くんだ。これにより旅人はある決心をし、人形のところに戻るんだ。これ以上続けるのなら、過信探査の関係者全員を処罰することになるわ。旅人、強霊院を阻止するぞ。ドニアザードに前を見せるつもりだろう。しかし強霊院は無反応なんだ。あれ、こいつら反応がないぞ。そして過信探査の物語に登場するパティサラのことを思い出すんだ。どういうこと、体験者たちがどうしたの。パティサラが本物と同じ色で夢として再現できる人物は限られている。パティサラは家臣様を象徴する花だからね。結局
は、あの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。そう、この夢の主人はニーローだったんだ。そして、ニーロー本人もこれが夢だと気づくんだ。鮮やかな赤紫色、これって、伝説にある本当のパチサラだよね。消えた。私、夢を見てるんだよね。それは、一人目の賢者の物語から発想し、その答えに至った様子だぞ。まず、夢の中で送信の助力を得て目的を達成した後、現実でその夢を実現させるといった物語なんだ。せっかく夢の中にいるんだから、最後の家臣の舞を少し派手に踊ってもいいかな。そして、ニーローの幻の家臣の舞が公開されるんだ。時間がかかったが、待ちに待ったドリアザードはその舞をようやく見ることができるんだ。また、舞が進むにつれ、夢から覚めていくぞ。目が覚めると過信誕日の翌日になっていたんだ。ドニアザードに会いに行くが、彼女はいない。すぐナヒーダのところにも行ってみるんだ。よくやったわね、旅人、タイモン。それと、ありがとう、ドニアザード。私のために過信誕祭を開催してくれて。そうすると、ドニアザードが意識を取り戻しているんだ。そのドニアザードは夢で見た舞を覚えており、この物語は終了するんだ。ああ、旅人にパイモン、ちょっと聞いてよ。私ね、夢を見たの。夢の中でニーローが過信の舞を踊ってたのよ。その後、キャサリンの姿をするナヒーダとの会話だぞ。場所を変えて話しましょう。旅人の大好きなあのベンチの近くでいいかしら。一体どうしたの？私を見た途端そんなに興奮するなんて一晩会ってないだけじゃない。まず、ドニアザードは思ったより元気そうだったんだ。ん？おかしいわね。
私、そんなに眠っていたかしら。やはりで、頭がこんなに痛いはずだわ。まずはドニアザードのことから話そうぜ。本当に無事でよかったな。ええ、過信探査の最後の日、私はあなたたちと別れた後、シティの外に行って旅人が話していた光景を見てきたの。ナヒーダは夢から覚める日、シティの外で見たものを話すんだ。運よくドニアザードが夢の束縛から外れ、ナヒーダがドニアザードを補助してたと言うんだ。私は全力でドニアザードの無境を維持したわ。その時、あなたたちが輪廻を破ってくれたの。また、旅人が最初に見た枯れた世界樹について、マハールッカデブアタの残したメッセージではないかというぞ。病気になった世界樹、それと触れ合って狂気とならなかった旅人は、その謎解きの重要な人物になるとも言われるんだ。どうやら旅人は、世界樹と繋がったようね。旅人は、あの意識に触れても全く影響を受けなかった。そんな人は初めてよ。あなたがいてくれたら、もしかしたら解読することができるかもしれない。また、現在キャサリンの姿を借りているが、彼女はスネージナヤの人造人間であることも伝えられるぞ。私はアーカーシャを媒介にして、キャサリンの意識を占有しているの。必要な時は、このスネージナヤのバイオニック人形を借りているわ。また、クラクサナリデビは誕生の頃力がなく、凶霊院の賢者により軟禁されているとも聞かされるぞ。クラクサナリデビとしては、前任のマハールッカデブアタと比べ劣等感があり、あまり反抗せず従っているといった様子なんだ。これが、人々がクラクサナリデビの実物を見たことがないという理由だろう。マハールッカデブアタが消えた後、賢者たちは生まれたばかりの私を見つけ、スメールに連れ帰ったの。賢者たちは自分たちの新しい神を軟禁してるってことか？また、凶霊院が今回のような暴走とも取れる暴走は今までなかったというんだ。現在、凶霊院には何らか起きているのだろう。おそらく、彼らは意図的に何かを隠そうとしている。こんなに疲れた誕生日は、生まれて初めてだったわ。旅人さん、バイモン？私はどうしてここに。何か知っていますか？それでは、次の物語でお会いしましょう。ああ、大丈夫です。私はすぐに戻りますので。